背を向けねばならぬと。でも攻め先がでも今のところないから、それこそこいつに援軍出させてこことかって言わないと話にならん気がするんだよね。そうだな、一応軍出すとしたらここだな。斎藤1万8000斎藤倒しに行くぐらいか。ついてまいれ。まあまあまあ、城を奪います。のんびり行きましょう。わしではかなわぬか。城なぞガンガン入ってから、まあ、この作戦は結構正解な作戦ではあったのかもしれんね。でマジで城主入ってくれるのもありがたいんだけど、もうみんなすでに城主という。入らねえじゃねえか。どこに入れろって。いやいや入れられないでしょ。まあ内政強化しながら待ちましょう。斎藤智信、力を尽くしましょうぞ。でやっぱ軍出さないとダメだと思うんで、そのために今こそ時ぞ岩村城への準備をちょっと進めて、今回はがっつりと入れましょう。足利義氏さん、侍大将よし。あ、ちょっと待って、それはめっちゃ有能。入ってくれたの嬉しいね。どこ入れるか。いやーさすがにここ入れたい。ありがたく宇治テル、感謝いたす。有能オブ有能宇治テル先輩を入れましょう。でさすがにここ代わりの人が出ないとまずいんで、育ちきってない宇佐美定光入れるか。あとまあ適当に大官を入れてあげると。いやよかった、成長してくれて。代わりの大官も入れつつ、おっと北条隆弘入れないと。あ、甘かす影持ち入るじゃん。普通に有能ですね。じゃあこのまま適当に入れてあげて、うん、悪くない悪くないね。でまあ内政整えながら行くって感じになるのが多分一番無難な成長戦略だと思いますね。戦が始まる、備えよ。野戦となる、陣を構えよ。よいしょ。我が手に落ちた。お使いできません。そこはね、でも落とされると思ってなかったんで。無駄にはせん。武田家衰退はまあ全然いいんだけど、一応誰か、いや入れられねえな、余裕ねえ。軍団編成でとりあえずいらないんで、この城はあげときます。で寝返り士官は絶対いただいた方がいいんで入れましょう。聞いてください。あ、上申いたします。真田幸隆来る、それは嬉しい。で今これチャンスだな。てかここで行かなかったらいつ行くんだっていうぐらいな感じなので、相手行っちゃいます。これわしに続け。よし真田幸隆来た。我が主の、よいしょ。力を尽くす。貴殿にミキさん。で今いろいろ軍が出てますが、これ攻め先どっちが正解。今川義元の援軍を出せるんですよ。でここに攻撃を加えとくっていうのは強いと思うんだけど、さすがに岩村行った方が有能か。ただこれ織田家の名古屋城を一回焼くだけで相当な人材を入手できる可能性はあるよね。援軍19000、まあ
名古屋行っときましょう。これはほぼネタで言ってるようなもんなんですが、城攻めじゃ、囲め。寿命うざったいですね。この城は我らが落とす。行くさぞ。ちょっと待ってな、整えよ。行くぞ。足を一旦これは、えらよ、進め。戦わない方に、戦わずに行きましょう。歩みを進め。行きますか。石城だ。ああ、はいはいはい。行くぞ。足を動かせ。行ってるね。我らが城を落としたぞ。ついてまいれ。よし、伊達攻めの支度が整ったとか言ってるから有能すぎるな。グーの音も出ないほど有能。波にかかった。よいしょ、縛り上げよ。お、時川増重、恩は忘れません。ありがてえな。で、君らはチャンスなんで、これ一気に城攻め。足遂げた。菅和城も突破。よいしょよいしょ、陣を構えよ。で、これは言ってるものの、我が軍略の前に敵はなし。宇治安軍団。あれ、それは聞いてないな。去るしかあるまい。次は勝たせていただく。名古屋落ちなかったか。まあそんなことだろうとは思ったけど。で、援軍でもう一回ここっていうと7000しか出ないけど、ここ1万3000出るんで、心得た、構わぬ。これでいきましょう。あとは、また神前をこの男に当てとけば面白いんじゃん。で、城主任命をした方がいいよと言われてるんですが、そんなのは出てる余裕ないと。国衆怪獣ぐらいは入れときますか。要案がございます。兵力支援引き入れくだされ。入れときましょう。この城を落とします。兵を奮い立て。宇治安くん頑張ってほしいんだけど。野戦となる、陣を構えよ。攻めきれるかって言ってるな。続け。これまでか。下がる。どう4。うわー、微妙い。この城は我らが落とす。我が部を示す時が来た。我が軍、どうせなら8部隊ぐらいになってからの方が面白いんだけど。あと1部隊来ない。この城は我らが落とす。6部隊か。まあここは取ろう。斎藤道三をやっつけます。運評か。よいしょ。まあいろいろ出てくれるのは有能ですね。で、まあ多分これが正解。この1300マジここ。目を賜りたく。ははっ、かの要所を制す。こんな感じでいくか。要所を手に入れん。いやー多分きついよね。一番やりそこ行っちゃったのはもったいないけど、どうしようもないから、これはこう行かせるしかなかった。やりましたぞ。真ん中向かいたい。鉄砲隊、敵を穴だらけにせよ。敵を蹴散らすぞ。いや厳しいな。いかがしましょう。かの要所を制す。これこっち下げながら戦ったら面白い。あ、今狙い時です。よいしょ。
ご命令を下され。ちょっと待ってな。君ら、いやー、信長攻撃さす。いや、待って。絶対ここだ。装置を掴み取りましょう。今こそ狙い時です。お前これ引かせるか。この600人は多分ダメだろうな。さすがに。ご命令を下され。我が前に立ち下がる者らよ。まあ撤退してもらって。今こそ狙い時です。敵を蹴散らすぞ。かなわぬよね。信長の神聖はマジで厄介。これこそ我が戦の神髄よ。くらえ我が戦法。メイドの土産に持って行け。敵を攻撃する。よいしょ。今人数差的には9000か。微妙いな。ちょっと待って、何してんのお前。敵を蹴散らさず。はあ？いいけど。相模の獅子が行くぞ。我の向かうところのみを見よ。我の向かうところのみを見よと言われてるが。苦しき戦よ。やれよ。この軍略でもって決めてくれよ。陣を動かすか。ちょっと待ってな。ここだ。敵を叩くぞ。今こそ狙い時です。陣が試される時ぞ。いや、うざすぎ。玉縄がどうこうてか、さっきのあの指揮定下のあれがうまいこと機能しなかったのが原因だろう。よいしょ。人生はうざいが回復能力自体はないはず。はい、やられました。これは痛い。指揮回復はうざいですね。まあ、強撃は入ってるんで言うてもやれるとは思うけど。よし、これは負けかねえ。絶景だ。我が戦法の前には物の勝手はないわ。撤退は辛いですね。いや、まあこれは多分もう一回やり直しに。てかまあ普通にやり直しましょう。はい、ということでまあ続きからやっていくんですけども、とりあえずこれこのまま行った方が良さそうだったんでこのまま行きます。で、内政を整えるのとか忘れてることが多すぎるので整えながら行きたいところ。金がないのこれ。5000か。微妙いですね。じゃあ一旦これこのまま行こう。我らが落とす。引く他はなし。普通にミスってる。無人を始める。よいしょ。ここまでか。兵を奮い立て。戦ぞ。ちゃんと15000。まあここで突破が一番無難かもしれない。斎藤道さんをやっつけます。一応これだったら指揮も取れてるしね。ただ舞台数相手の方がかなり多いんで戦い方は気をつけないといけないんだけど、まあこうかな。いや待てよ、これでいっか。まあ多分7000がここに今度が一番無難なんじゃないか。敵が軒口を塞ぐぞ。急ぐぞ。要所を取らねば。さささっと言ってもらって。槍の出番。でこい、ウジアス。
まあ、うちは最普通の部隊もいるかな。訓告を開けるっていう名目からしても重要で、ああ君が言ったか先へ。お指図願えますか。なるべくこっち行ってあげたいところ。やりましたぞ。よいしょ、そこ取れたのはでかくて、はい、敵を退けます。君ここやな。鉄砲にて撃ち崩せ。で、ウジアス隊は引きます。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。よし、やってやれ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。やりましたぞ。いかがしましょう。よいしょ、今こそ好機です。信長を撃て。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。即と味わえ。まあ、神聖はうざったいが、我が戦の神髄よ。よし、攻撃。よし、邪魔な邪魔だ。部隊を攻撃で突破はでかい。よいしょ、なめるな、ホーブ。よし、このままザクザクと削ってくれれば終われる。人脈というものを見せてくれ。まあそこは突破されるのは、まあ、想定内かな。相模の獅子。体力も回復してくれてるんで、これは攻撃させましょう。よし、ご命令を下され。ドウさんのミノのマムシは効果うざいが、ちょっと待って、ミノのマムシそんな効果あるの。怪我だよ、見事。で、マムシの攻撃を食らってるやつがいるので、そいつは救わないといかん。お前か。あ、動けねえわ。動けないか。その身で確かめよ。動けないが、こっちも今こそ好機です。技を打てるようになってる。よし、コブだ。ははっ、彼の要所を守る。まあぐるっと回していくのが正解だろうね。君を下され。よいしょ、敵が勢いづいておる。今こそ好機です。いかがしましょう。ここに行ってあげてください。は見逃さない。よいしょ、さささささっと。鉄砲を出します。お味方に分があります。まあお命令を下され。これでいけるか。もう十分頑張ったでしょう。よし、ドウさん撤退。それは強い。まだ先方の前には物の数ではないわ。ガボンと。あ、さすがに要所を頂戴せん。急ぐぞ、要所を取らねば。ささーって言ってくれれば終わるけど。敵は見逃さない。いいね、兵力の回復。ただ我の向かうところのみを見よ。ザッと。
まあ壊滅で、あ、戦意なくなりましたね相手の。ということで優勢勝利でございますと。はい、勝利でございます。4929、まあ、なかなかいいんじゃないか。よいしょ。勝利を叫ぶ、世に示せ、世に示せ。まさか。まあ悪くない、悪くない感じに言ってくれましたと。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。